見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。宮内庁から公開される公式映像は、公式会見やお言葉、園遊会を除けば、なぜか音声がない。皇族の肉声を聞く機会の少なさが、国民とのディスコミュニケーションに拍車をかけた可能性がある。エリア2021年11月15日号から。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、皇族の肉声不足が、もたらすものは何か。眞子さんの結婚会見にも批判的な声が多くあったことに、肉声が伝えられていない、デメリットが現れたと指摘するのは、コミュニケーション研究家の藤田直美さんだ。映像に音という非言語情報が入ると、映像を作る側が意図しないことも発信してしまうので、宮内庁としては皇族映像に音を入れない方が、印象管理しやすいのは確かだと思います。例えば、皇族がいかに特別な存在で、国民に寄り添う素晴らしい人格者で、という映像に宮内庁がしたいとすれば、音は入れない方がいい。問題はそれを見た国民の側の期待値が上がりすぎる危険があることだと藤田さんは言う。勝手に理想像を作り上げてしまい、眞子さんへの認知に歪みが生じやすくなる。会見で初めて肉声を聞き、認知とのギャップに驚き、思っていたのと違うとなってしまうんです。歴史学者で名古屋大学大学院准教授の川西秀也さんも、眞子さんの件は、国民と皇室のある種のディスコミュニケーションだったとして、こう指摘する。彼らの考えや生身の人間としての喜怒哀楽を聞ける機会がもっとあれば、こういう人なんだから、とある意味、耐性ができる。それを知らないから、結婚のことも、いきなり言われた、となってしまうのでしょう。皇族の肉声が国民にもっと響くことが、必要かなと思いますね。編集部、小長光哲郎、エリア2021年11月15日号より抜粋。